サラブライトマン、サラブライトマン、サラブライトマン、1960年8月14日帯はイギリスのソプラノ歌手、女優である。1980年代にミュージカル女優として活動し、1990年代以降はソロ歌手として活動している。クラシックとポップスを融合した独自の音楽スタイルはクラシカルクロスオーバーの世界的な流星をもたらしている。 アメリカにおけるビルボードチャートのクラシック音楽部門とダンス音楽部門で同時に1位を獲得した唯一の歌手であるハートフォードシャー州バーカムステッド出身3歳からバレエを習い始め11歳の時に寄宿生の学校に入学しジャズと演技を学んだ1973年13歳の時にピカデリーシアターのミュージカルアイアルバートで 劇場デビューを果たした。1976年、16歳の時に BBC の人気番組、トップ・オブ・ザ・ポップスなどで活動するダンスグループ、パンズ・ピープルに加入した。1年後にはこのグループを離れ、ケニー・エヴァレットビデオショーで活動する、ホット・ゴシップに加入し、1978年に、I Lost My Heart 2エースター・シップ・トゥルーパーが、 全英チャート高6位のヒットとなった。1981年に新作ミュージカルのキャッツのオーディションを受け、ゼミマ役を射止めた。サラはその後もアンドル・ロイド・ウェバーのミュージカルに数多く出演した。1984年にはウェバーと結婚し、ウェバー作レクイエムの初演でもソプラノパートを務めた。特に1986年に オペラ座の怪人にオリジナルキャストとして出演したクリスティーヌ大役での成功は彼女の名を一役世界に知らしめることとなった。この役は彼女のために作られた役であり、ウェーバーはこのミュージカルのブロードウェイでの上演に際してはブロードウェイ俳優協会の反発を押し切ってサラをクリスティーヌ役に起用した。しかし1990年にはウェーバーと離婚し、その後は ソロ歌手としての活動に専念するようになった。サラは1991年の NHK 紅白歌合戦に出演し、オペラ座の怪人のナンバー、ミュージック・オブ・ザ・ナイトを歌い、日本の音楽ファンにもおなじみの存在となった。また1992年のバルセロナオリンピックの閉会式では、スペインのオペラ歌手、ホセ・ガレイラストのデュエットで大会の公式テーマ曲、アミーゴス・パラ、 支援プレを歌った。その頃彼女はドイツを拠点とする音楽グループ、エニグマからソロ歌手として活動するよう勧められていた。1991年に彼女はドイツを訪れ、エニグマのメンバーであるフランク・ピーターソンをロデューサーに迎えることとなった。こうして制作されたのが1993年のアルバム、ライブである。深海をテーマにした。 このアルバムには、スウェーデンのバンド、ライブのデビューシングル、キャプテン、にものカバーが収録された。ピーターソンは、私生活のパートナーにもなり、この関係は2004年頃まで続いた。1995年には、アルバム、フライを発表。収録曲、クエスチョン・オブ・オナーは、世界的なヒットとなった。アルフレード・カタラーニのオペラ、ラワリーのアリア。 エベン N.E. アンドローローン・タナ、さようなら、ふるさとの家用を取り入れた、この作品は、ボクシングの IBF 世界ライトヘビー級タイトルマッチ、ヘンリー・マスケタイ・グラシアのロシジャー2000で公式、ングとして歌われたのが、最初の演奏だった。曲の中盤で流れる勇ましい男性コーラスの歌詞も、ツーメン・コライド、二人の男がぶつかり合うとなっている。その後、 この曲は、テレビ朝日が2000年頃から、サッカーワールドカップの中継やサッカー、日本代表戦の中継、同日本代表関連ニュースの際に、テーマ曲として、サビの部分を使用しているため、日本のサッカーファンにも馴染み深い存在となっている。また、高野山ケーブルの社内放送の BGM、トヨタマーク X の CM 曲としても使われていた、ことがある。 翌1996年にはさらに、アンドレア・ボチェッリとのデュエットによる、タイム・トゥ・セイ・グッバイが爆発的にヒットし、クラシカル、クロス・オーバーというジャンルの世界的な流星をもたらた。この曲もマスケの引退試合において歌われたことが人気の起爆剤となった。この成功を受けて同年中に、タイム・トゥ・セイ・グッバイを追加収録したフラインの再発版がリリースされ、 翌1997年には同曲を含む新たなアルバムタイムレスが制作された。このタイムレスには他にアルゼンチンのオペラ歌手ホセクウーラとのデュエット曲やクイーニアジプシーキングスのカバー曲が収録された。その後もエデン1998年ダルーナ2000年クラシック2001年ハーレム2003年と 精力的なアルバム制作が続いた。ハーレム日本版に収録のサラバンドはニュースステーションのオープニングテーマ曲に採用された。ハーレム日本版にはコピーコントロール CD が採用された。ヘイラム以降はしばらくアルバム空白期が続いたが2007年には Be With You いつもそばにが映画劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパール。 リアルが VS パルキアブ・イガーくらいのエンディングテーマ曲に採用された。同年8月には世界陸上大阪大会の開会式に出演し、グスターブ・ホルストの木星をアレンジしたランニング・ジュピター・栄光の輝きを歌った。2008年にはこの2曲を収録したアルバムシンフォニーが5年ぶりにリリースされた。同年の北京オリンピックの開会式では 流ンとのデュエットで大会公式テーマ曲我がワニを歌った。11月にはクリスマスアルバム A Winter Sin h o n u を発売。同アルバムは日本ではクラシック系アーティストによるクリスマスアルバムとして初めてオリコン洋楽アルバムランキングで1位になった。2009年には映画アマルフィメガミの報酬に本人役で出演。共演者との絡みやセリフはないが、 イタリアカゼルタ宮殿内のロケセットで主題歌タイム・トゥ・セグッ y イを歌った。また2009年に放映された NHK スペシャルドラマ坂の上の雲の主題歌スタンドアローンも歌った。2012年10月10日国際宇宙ステーションへの宇宙飛行ミッションを行う予定であることを発表した。これは宇宙旅行会社スペースアドベンチャーズとの契約で 行うもので、2015年10月に飛行を行う予定。2013年には、スペースシャトルの後継として開発が進められている、宇宙船の名前と同じ、ドリームチェサーを発表し、日本版には、ボーナストラックとして、宮崎俊作氏、被災史上作曲による、隣のトトロの挿入歌、風の通り道が収録され、自身が日本語で歌っている。 サラは声楽をはじめトリニティ音楽大学のエリザベス・ホーズに、ついでジュリアード音楽院のエレン・ファウルに学んだ。現在はデイビッド・ロマノについている。彼女の聖域は三オクターブに及び、彼女自身によると最高音は回六にまで達するという。オペラ座の怪人で指揮者を務めたデイビッド・キャディックは、彼女はポップス的なものとソプラノ的なものと二通りの発声を、 使い分けることができ、ソプラノブの最高音は E6 に達すると証言している。サラの音楽は一般にクラシカル、クロスオーバーと呼ばれる。マンハッタンレコードのゼネラルマネージャー、イアン・ラルフィニによると、彼女はこの分野の現在の人気に決定的な貢献をしているという。サラ自身は2000年のインタビューでこうした類型画をゾッとするとして拒絶する一方で、 人々の音楽を分類しようとする欲求については理解するとした。彼女はデビッド・ボーイやピンク・フロイドなど1960年代から70年代にかけての音楽から影響を受けており、ポップス、ロックからクラシックに至る幅広い分野の音楽を融合させている。彼女のアルバム収録曲はヘンゼルやプッチーニのオペラアリアからカンサスやプロコル・ハルムの楽曲にまで及んでいる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。